ユンガスの道の円形ユンガスの道ユンガスの道は、ボリビアの首都、ラパス市から、北東方向のユンガス地方に伸びている長さ約80キロメートルの山岳道路。切り立った断崖に取り付けられた部分が長く、頻繁に転落事故が起こっていたため市の道路として知られている。赤線、急道のルート青線、新道のルートこの道路は、 標高3600メートルのラパスから国道3号線として、標高4650メートルのクンブレ峠を越えた後、ウンドゥアビで南部ユンガスへ向かう国道25号線として分岐。さらにチャルマニへ向かう国道25号線から、プエンテビージャーより国道40号線として分岐後、海抜1500メートルほどのコロイコへ至る。また、国道三号線の南側、 国道40号線の西側を旧道が分岐し、コロイドへ至る。この内市の道路として知られるのは、国道25号線から国道40号線及び旧道の部分である。1930年代のチャコ戦争中に、パラグアイ人捕虜によって開設されて、以来、1990年代までの長きにわたって、 ボリビア北部のアマゾン森林地帯と大都市ラパスを結ぶ数少ない道の一つであり、ユンガスの農産物をラパスに運ぶトラックや、ユンガスにある保養地に向かうバスなどの往来が激しかった。福音は車1台分程度しかなく、ガードレールがないため、現在でも極めて危険な状態にある。さらに、この地域は雨や霧が多いタウリンにあり、 視界が著しく失われることもしばしばで、定常になった路面に山肌からの落石もある。つづら折れになった道路は、ほとんどの場所で崖っぷちになっており、垂直に800メートルも切り立っている箇所もある。このため事故による死者の数が多いことでよく知られている。米州開発銀行は1995年に、世界で最も危険な道路と呼称している。 1983年7月24日には、バスがこの道路から谷底に転落し、100人以上の死者を出す大事故があった。これは、ボリビアの交通事故としては最悪のものである。ボリビアの自動車道路は、右側通行であるが、この道路を運転する際には、例外的に左側通行となる。理由は、車がすれ違う際に、 左側の運転席に座るドライバーが左側の路肩を確実に確認できるようにするためである。また法令により、上り方向の車は下り方向よりも優先されることとなっている。つまり、下る車は上る車に道を譲らなければいけない。BBC の自動車番組トップギアのスペシャル版では、ここを通過するシーンがあり、 左側通行の狭い道をトラックやバスがすれ違う様子が確認できる。コロイコから望む工事途中の国道3号線、従来の道路がこのようにあまりに劣悪であったため、1998年に国道3号線に指定された新しい道路が、旧道から大きく北へ迂回して、計画から20年の後期を経て2006年にようやく完成した。 2006年12月の時点で、ラパスからカラナビまで、約160キロメートルが2車線幅で、舗装済み。コロイコへも、こちらのルートが使われている。ユンガスの道を走るマウンテンバイクの愛好者また1990年代から、ダウンヒルを好むマウンテンバイクの愛好者が、この長い下り坂と絶景を楽しんでおり、 振動の開通によって通行量が減った旧道は観光の目玉になりつつある。しかし、依然として危険な場所であることに変わりはない。2011年5月31日には自転車で下るツアーに参加していた日本人女性が転落事故で死亡している。ありがとうございます。